はい、こんにちは、こんばんは。今日の動画なんですけど、まあ、一次抽選が終わってですね、ライブ返信の話ですよ。一次抽選が終わって、次二次抽選になるわけなんですけど、二次抽選で、まあ、当選する確率を少しでも上げたいという方のためのね、動画とさせていただきたいと思います。じゃあ本編行きましょう。どうぞ。はい。じゃあ本編行きたいと思うんですけども、今回ね、僕もちょっといくつかデータを持ってきましたので、それを見ながらお話ししていこうかなと思います。ただこれは全て正しいというわけではなくてですね、やっぱりこう、偏りがあったりとかするので、参考程度にご覧ください。ただこのデータを見ながら、まあこれを 100% 信じろってことじゃないですよ。ただこういうデータもあるよっていうことで、聞いていただいて、まああとは最終的な判断はでもね、ご自身でされたらいいんじゃないかなというふうに思っております。で、まずデータなんですけど、まあ僕のまず YouTube コミュニティの方のね、アンケートをまず見てください。そうするとですね、アンケートが今ね、2つ出てるんですけど、最新のもの2つ見ていただければいいんですね。ここにも写真ちょっとね、一瞬出しておきますけど、まずね、当選結果教えてくださいっていうので、まず当たった人、外れた人っていうのがどのぐらいの割合でいるんだろうっていうのを見ていこうっていうアンケートをまずね、見ていただきたいんですけど、これね、254票、撮影時点で254票入ってます。皆さん入れてくれた皆さんいると思うんですけど、ありがとうございます。これね、250人っていう数字でね、多いのか少ないのかっていう話もあるんですけど、まあそれは多い少ないはとりあえず一旦置いといてね、まあ割合で見るとですね、当選が 53% で落選が 47%、まあ、約半分、2分の1ですね、1対1になってるんですよね。だから2人に1人は当たるっていう、まあ、これ結構かかね、高確率なんじゃないかなっていうところですね。まあ見方によっちゃ低確率っていう話もあるかもしれないですけど、まあ2人応募したら1人は当たってるっていう計算になるんですね。まあもちろん偏りがあるんで全員聞いてるわけじゃないんで偏りはあるんですけど、にしてもねえ、こんな、パンと割れるもんかなと思って。まあ、250人入れてるんで、3人しか入れてなくて、なんか 66% 対 33% とかそういうデータじゃなくて、250人入れてて53% と 47% なので、まあまあ信用できるのかなっていうところで、コメントも19件ついてて、いいねも11件ついてるので、まあそれなりに皆さんに見ていただいてるアンケートだと思うので、それでね、だいたい2分の1ってことは、まあ次の二次抽選も、まあだいたい2分の1ぐらいになる。もしかしたら、一次抽選でより多くの席をもう当選させていた場合は、もしかしたらその当選する比率がちょっと下がる可能性も十分に考えられるんですが、まあ2分の1ぐらいなんじゃないのかなという、やっぱりもう偏りはあるのでね、まあそれはご了承くださいということですね。やっぱり全てのね、プールされた数字から持ってきてるわけではないので、でもその一部のデータだけから持ってきている話なので、まあ何とも言えないんですけどね。で、次ですね。まずね、当選したっていう前提ですね。当選した人に対してアンケートを取ったんですけど、どこの会場に当選しましたかっていうアンケートがあるんですね。これ153票くらい入ってるんですけど、まあ、約、ですね、さっき当選、落選で半分ずつぐらい、まあ、若干このアンケートと当選した人が多いんですけど、っていうことに対して、その254人に対して、153人、票を入れてくれてるんですね、このアンケート。要は153人当たってるってことなんですけど、まあ、これって、さっき見せたアンケートの、半分よりちょっと多いぐらいの数字と大体似たような数字になるんですね。まあ、だからまあとはもう当選したよって人が大体答えてくれてるなっていうところで、まあ、信頼できる、まあ、ここの少なくともこの動画の中においては信頼できるデータなんじゃないかなというふうに僕は思っております。で、その内容なんですけど、まあ、写真見ていただくんですけど、まあ、そんな感じになっております。まあ、東京埼玉が多いかなというふうな感じになってますね。で、まあ、大阪愛知神戸は大体まあずんぐりむくりっていうか、はい、ずんぐりむくりじゃない、いや大体似たような数値になってるんですね。で、面白いのが埼玉がね多いんですよ。一番やっぱ埼玉って、まあ、一番需要の大きい会場だと思うんですよね。ただ会場の席自体も多いから多分当選してる人も多いんだろうっていう風な考えになるんですけど、にしても倍率が一番高かったはずだと思うので、にしてもこう当たってる人が多いなという感じがしますね。ちょっと水飲みますね。で、その、埼玉の次、東京が多いんですけど、まあでも、このデータを見る限り、僕の前評通りなんじゃないのかな、やっぱり、と思いましたね。埼玉、東京がやっぱりパーセンテージ的に多くて、で、大阪、神戸、愛知は大体一緒ぐらいっていう感じなんじゃないのかなという話を僕もした気がするので、まあそれを加味すると、まあ大体同じようなね、予想通りな結果が来たんじゃないのかなというふうに思いますね。これ面白いなと思いました。あとは、
この辺適当に出して、一瞬だけですけど出しておくんですけど、なんか僕の友達がね、撮ってきてくれたデータがあったりして、そういうのもね、配信で出したりはしてるんですけど、動画では出してないかな。一応参考に程度ね、止めてもらってね、一時停止してもらって見てもらえればいいかなと思うんですけど、まあ大体そこでね、もらったデータと僕の集めたデータも大体似たような数字になってるので、まあこれも信頼に値するんじゃないのかな。少なくともこの動画の中では、というふうなことでお話ししたいと思います。まあこれをもとに、まあ二次抽選ね、どこがいい応募したらいいんだろうっていうところなんですけど、まあ愛知とかに応募するとやっぱりこう数が少なめだから、まあ当たりやすいのかな。一次抽選であんまり当選が出てないってことは、二次抽選で当選をいっぱい出す可能性も十分にあるから、愛知とかがいいんじゃないのかなというふうに思います。ただ埼玉東京に行きたいって人も多いと思うので、まあ、その辺はまあ自分の予定とか、まあ日程とか、まあ、その辺と、まあ相談しながら決めていただければいいんじゃないのかなというふうになんとなくは思いますけど、どうなんでしょうね。皆さん、まあお好きにしていただいたらいいっていうのが最終的な判断なんですけど、僕的にはまあ本気で行きたいなら愛知、ただ観光とか何か他にも楽しむ予定があって行きたいのであれば、まあそれはおのおのというところだとは思うんですよね。まあなんとも言えないですね、正直。やっぱり、まあ、正直なんとも言えないっていうのがまあ正直なところなんですけど、まあ、ただ僕は個人的にはやっぱり埼玉2日目と東京1日目は絶対に行きたいところなんですけど、複数当選が今回ねものすごい難しいみたいなので、まあどうでしょうね、埼玉2日目とか狙ってみようかなというふうに思うんですけど、まあ僕も二次抽選ねまだやろうと思うので、なんでね僕当たってるのに二次抽選やるのかっていうのは配信とかでもいっぱいお話ししてるんですけど、より多くの会場でね行って雰囲気をね皆さん動画に収めてきて皆さんにね伝えたいなと思っているので、会場に行きたいなというふうに思っております。で願わくばチケットがあってね、そのライブの様子とか中での雰囲気とかもね伝えられたらいいなと思っているのですね、ライブレポみたいなことですよね、そういうのをね伝えられたらいいなと思っているので、チケット取りに行こうと、本気で取りに行こう、勝ちに行こうと思っているっていうことですね。この動画を見てくれてる皆さん、まだチケットが取れてない方もいると思うんですけどね、諦めずにね、二次抽選取れるってまだありますから、チャンスはまだありますから、ぜひね諦めずに挑戦していただけたらいいなというふうに思います。じゃあそろそろこの動画終わろうかなと思います。良ければですね、いいねボタンとあとチャンネル登録よろしくお願いします。まだしてない人いたらですね、よろしくお願いします。最近たくさん動画見ていただいててありがとうございます。で、まあ大体時間いつも決めてないんですけど、大体9時とかそのぐらいの時間から、夜ねライブ配信してたりもするので、よければねそちらにも遊びに来てください、よろしくお願いします。でそろそろこの辺にね、まあ、再生リストとかね動画とか出てくると思うんですけど、まだ出てないかな、出てくると思うんですけど、気になるものがねいくつか、ありましたらね、タップしてもらってね、その動画とかね配信とかアーカイブとかわかんないですけど、何が出るかわかんないですけど、見ていただければ嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いします。じゃあこの動画はそろそろね終わろうと思います。本当にまだねいいね押してない人ね、今いいね押してってくださいね、よろしくお願いしますね。チャンネル登録してない人もよろしくお願いしますね、というところでこの動画終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。